クシシュヘビは、ナミヘビ科に属するヘビの一種。ヨーロッパに生息し、無毒である。全長は2メートルになり、大陸島ヘビモンペリエヘビと並ぶヨーロッパ最大のヘビの一つである。ギリシアローマ神話におけるアスクレーピオス、またそれに由来するシンボルなどに用いられ、文化、歴史的にも意義のある種である。妖体不可児は、全長30センチメートル程度だが、 成長すると110から150センチメートル、大型個体では200から225センチメートルになる。滑らかな鱗は金属光沢を与えている。幼体、亜生体は首に黄色い模様を持ち、ヨーロッパ山かがしに似る。体色は薄緑から茶緑で、背面には2体の暗い斑点が尾まで並び、縞模様を構成している。頭部にも明瞭な暗い斑点があり、 一つは、後頭部にあり、馬蹄形、もう一つは、第四から五、上唇板から目、そして後方へとつながっている。生体は一様な体色をしており、黄緑、緑褐色である。体側には白い縁取りのある鱗が、規則的に並び、金属光沢を際立たせている。特に体色の薄い個体では、体側に2本の暗い島が見えることがある。腹部は、黄色から、 乳白色。交際は円形で琥珀色からオード色をしている。国家個体やアルビノ、石化個体や暗褐色の個体も野生に見られる。体色は死ユであまり変わらないが、体はメスよりオスの方が大型になる傾向にある。ドイツの個体群における調査では、オスの最大体重九8 9 0ムに対し、メスは5 5 0ムであった。また、他のヘビのように、 オスは体に対して、尾が長く、尾の基部の幅が広い。対列うろ数は23、腹板は211から250、押しも板数は60の91で、肛門板と共に左右に分かれる。腹板の円は鋭く、等反応力を向上させている。寿命は25から30年。分布域。緑が本種、青がイタリアクスシヘビの分布域を示す。フランスでは、 パリイ南、スペインでは、ピレネー山脈と北東沿岸の一部、イタリア北部、バルカン半島全土と、コアジア、北49度以南の東欧、チェコ共和国、ハンガリーンスロバキアと、ポーランド南部、ウクライナ南西部に連続的に分布する。ドイツ西部、チェコ北西部など、いくつかの孤立個体群もある。アイカフカース山脈南部から、黒海の北東東岸にも分布する。 イラン北部のオルミイエコ、アララト山の北斜面にはかぐり分布しているが、この分布域は他の分布域からかなり隔たっている。VL ラクランの仮説によると、この分布は古代ローマにおいて、アスクレーピオスを祀った寺院で飼育されていた個体が野生化した結果であるとされる。化石記録からは、現在より温暖だった関心与のアトランティック期には、デンマークにまで達していたことが示された。 セコ北西部の個体群は遺伝子解析ではカルパティア山脈の個体群と近縁であることが示され、この時期に取り残された依存個体群であると判明している。おそらくドイツの個体群もこれと同じ経緯であると考えられている。イギリスからも早期の間表記のものと考えられる化石が発見されており、更新用を通じて分布域は南下、北上を繰り返していたとみられる。 グレートブリテン島には二つの個体群が侵入している。一つは、ウェールズ北部、コンビノウェルシマウンテン動物園付近の個体群で、少なくとも30年間繁殖を続けている。もう一つの個体群は、ロンドンのリージェンツーパーク付近のものである。フランス産の個体1768年、ジョシーファス・ニコロウス・ローレンティによって、ユーダ族の一種として、ナトライクス・ロン島という名で記載された。 その後、レーサー族、コラバー、ナメラ族、エラフェを経て、独立のクスシヘビー族ザミニツに移されている。現在の学名はザミニツロンジシマスで、ザミニツの由来は不明だが、ロンジシマスは、ラテン語で、最も長いを意味する。本種は、現在、西部、アドリアダニューブ東部の4つのハプロタイプに分けられている。イランに隔離分布する個体群は、 腹部が暗色で前長が短く、鱗の配列数が異なるため、別種である可能性がある。以前にイタリア南部とシチリアに生息するザミニツ論ジします。ロマーアナというア種が認められていたが、これは種に昇格させられザミニツリニータスという学名が与えられた。この種は体色が淡く、光彩が赤い。また、本種は以前、ナメラ属に含まれており、 エラフェロンシマという学名が与えられていたが、この種にはアゼルバイジャン南東とイラン北部に分布する個体群が含まれていた。この個体群は1984年に独立種とされ、エラフェパーシカという学名が与えられた。オーストリアメイドリングで桜に昇る本主体温調節のための岩場や丘があり、適度な温度、湿度のある変化に富んだ温帯コンコーリンを好む。よく見られるのは、 木々のまばらな森林周辺の移行体である。人の存在には寛容で、庭園や小屋、廃墟、壁や石垣などに潜んだり、上で日光浴をしたりすることもある。特に分布域の北園では、食物、温度、産卵場所を人工物に依存している面が強い。開けた二や平原には出現しない。南原は、落葉紅葉樹林と地中海性草原の境界に。 当たり、後者は本種にとって湿度が不足していると思われる。北の制限要因は気温である。食事中主な獲物は、ラット以下の大きさの月種類、食虫類である。130センチメートルの生態は200グラムのラットを捕食できる。小鳥や卵、ヒナなども捕食する。非常に小型の獲物でない限り、締め付けて窒息させた後で飲み込む。 幼体は主にトカゲや接触動物、成長すると小型ゲシ種類などを食べる。生態はごく稀に他のヘビやアリオ類を捕食することがある。天敵はヨーロッパアナグマミリーズミリーズのようなイタチカ動物やキツネハリネズミなど。猛筋類も天敵であるが抵抗して捕食を免れた生態の報告がある。幼体は ヨーロッパのメラコリならオストリアかのような爬虫類食の蛇に捕食される。犬猫、鶏、ロブネズミなども、幼体や冬眠中の生態を捕食する。イノシシは、卵や幼体を掘り返して捕食する。イニュー種では、アライグマ、タヌキなどに捕食される。淡い体色の生態中高生であるが、夏には、白明白母生となる。木登りがうまく。 垂直で枝のない樹木にも登ることができる。通常は4、5メートルの場所にいるが、15、20メートルまで登ったり、ビルの屋上に出現したりすることもある。ドイツの個体群のデータでは、20摂氏22度が適温であり、摂氏16度以下、摂氏25度以上ではほぼ活動が見られない。ウクライナの個体群からは、摂氏19度で活動を始め、21摂氏26度が、 適温であるという結果が得られている。フランスの個体群では行動範囲は平均して1.14ヘクタールという結果が得られた。だが繁殖期のオスはメスを探して2キロメートルという長距離を移動し、メスも産卵場所を探して長距離を移動する。隙間に隠れる性質があるため確実に生息している場所であっても発見は難しい。退職が 保護職となっているため、外敵からはまず隠れようとする。だが、追い詰められると威嚇、反撃することもある。樹上で長時間を過ごすため、本種が存在するが、未発見である地域が存在するであろうことが示唆、されている。だが、これに関する信頼できるデータはない。フランス、スロバキア、ウクライナなどで樹訓を利用することが、報告されている。生成塾する最低の全長は8500。 センチメートル、年齢は4、6歳である。繁殖は5月中旬から6月中旬、冬眠明けに行われ、目覚めた個体は、活発に交尾相手を探し始める。誘導士の戦いは、儀式的で、相手の頭部、太陽を抑え込むようなものである。通常噛みつき合いに発展することはない。求愛は、オスとメスが王を絡ませ、体の前半を S 字に持ち上げ、 踊るような形で行われる。オスは顎でメスの頭を抑え込むこともある。メスは4から6週後に約10個の卵を産む。産卵場所は有機物の分解によって暖かく、湿度の高い場所でし草の山、草た木材、大肥、切り株などが選ばれる。分布域北部では産卵場所を複数のメスがヨーロッパ山かがしなどと共有することが多い。 卵は6から10周後に孵化する。アスクレピアス、アイスクーラピースウィズロット本種は古代、ギリシャ・ローマにおいて、アスクレペオンで飼育されており、このことからアスキュラピオン・スネークという名が付けられた。この神の持つ杖には、蛇が巻きついているが、これは本種であると推測される。現代でも、アスクレピオスの杖は、医療のシンボルとして、様々な場所で用いられている。 これと起源は異なるが、中央イタリアの一部では、大陸島蛇と共に宗教行事の一部とされており、後にカトリックにも組み込まれた。分布域が広く、危機に瀕しているとは考えられていないが、人間活動の影響により減少していると見られている。特に分布域の北縁では、氷河期の気候変動によっていくつもの地域個体群が取り残されており、 他の分布域と遺伝子交流がない状態となっている。これらの地域、例えばドイツではレッドリストで絶滅寸前種とされ保護活動が行われている。また他のヨーロッパの国々でも保護下に置かれているところが多い。主な懸念事項は人為的な生息地破壊である。そのため林業や農業において潜在的な産卵場所となる原生林や その周辺の移行体を含む分布域を上乱しないことが推奨されている。道路の不設や交通量の増加も問題である。これにより生息地が断片化し遺伝的交流が減少する恐れがある。ありがとうございます。